T 岡田選手です。よろしくお願いします。お願いします。暑いですね、毎日。暑いですね。いや、暑さってどうなんですか、T さん。あんまり外にいないんで、うん、まあそこまで分かんないですけど、まあ、うん、嫁が息子と外行ったりするんで、うん、はい、その時はもう暑いです。今、昼間なかなか歩けないよね。出れないですね。ねえ、ね、T さんとだったらね、まあ、川沿いでちょっと木もあってっていうのがあると思うけどさ、まあ、そう日陰選んでるね。でも、まあ、プロ野球もドームも多いけど、まあ、パリの場合は千葉であってね、はい、仙台の外でしょ。そうですね、まあ、仙台ちょっと天気悪かったね、前回はね、はい、でもやっぱりちょっと違いますね、やっぱり、うん、ちょっと違いますね。体調はどうです今の。まあ大丈夫です。大丈夫、はい、なんか夏場になんか特別なこう対策ってのを提唱されてます。まあ体を冷やしすぎない。逆に、はい、冷やしすぎたらダメなんだ。まあ、エアコンとかがね、気をつけなきゃいけないんで。まあそうやな、ちょっと違うんだ。そうですね、まあ、自分で、うん、自分の部屋とかは調節できますけど、うんうんうん、まあ、遠征とか行ったりそうね、そういう時は気をつけてます。移動中とかね。そうですね。今年今の調子どうですか。まあ出だしはね、まあ、うんうん、悪くはなかったんですけど、うんうんうん、ちょっと、まあ、体との兼ね合いもあって、うんうん、なかなかうまく、いかないところがあったんですけど、うん、まあ、それも良くなってきたんで、うん、まあ、なんとかここから、なんとか巻き返せたらと思ってます。ここ数試合見てても、必ずヒットは出てますしね。はい。ね、だから、まあ、その辺は、率的には、ね、ちょっと素晴らしい感じ。そうですね、ね、まあ普通